皆さんおはようございます。メッセンジャーの北優です。今日のテーマはね、幸せとは一体どんなもんなんでしょうかってね。幸せとは何かね、これもまた難しい問題ですね。まあ幸せってね、2人でね、恋人同士が、一緒になるのも幸せだしね、結婚してね、子供を作るのも幸せだし、家を建てるのも幸せなんでしょうけどね。まあそれはそれでいいんですね。個人的な幸せ、地域的な幸せね、あと国の幸せね、宇宙の幸せ、いろんな幸せがあると思うんですけども、まあ最終的にはね、宇宙の真実を知った時に心の中でね、幸せだと思うという、その一瞬がね、私はその幸せだと思います。その宇宙の真実はしたら何でしょうかというとね、この宇宙が膨らんだり縮んだりしてね、永遠に生きている、この宇宙の真実を知った時はね、本当に心が温かくなってね、幸せかなって感じると思うんです。それがまあ天国のね、入り口というか、まあ天国だってね、難しいんですけど、そういう精神状態をね、ぜひ味わってほしいかなと思います。以上です。ありがとうございました。明るい宇宙はビッグバンの前の宇宙の心から生まれた。膨らんだり縮んだりして永遠にずっと生きている。手を持ってる人間を知れば宇宙がわかるのさ。明るい宇宙は軸自体がない。宇宙の心から生まれた。石ころたち全てのものが一緒にみんな生きている。世界中一つにまとまって地球国を作ろうよ。
宙は良心あふれる宇宙の心から生まれた。軍隊もないお金もない欲しい社会を作ろうよ。学校では人生の続きを学んで、資源も食べ物も十分用意されている。だから自分の心にある宇宙の心へ。